ああすごい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 ああすごい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 ヒカキンゲームズハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、ヒカクラ第2章、パート101。ちなみに第2章になっても特に変わらず続けていきます。で、前回ね、エンダードラゴンとの白熱した戦い、まあね、今までパート100までやってきた中で一番戦いまくった回だったと思うんで、しばらくはね、平和に行きたいところですね。まあでもエンドシティとかも行きたいからそうもいかないか。で、今回は前回ね、エンディングでエンダードラゴンの卵をゲットできなかったので、もう一回よく探してみようかなと思ってます。で、それでまあ見つかる見つからない関係なく、その後にエンダーマン狩りやりたいと思いますね。今まではね、エンダーマンってこうたまーに出てきて倒してエンダーパールやったーって言ってたのが、うじゃうじゃいるんで、まあもうエンダーマンの宝石箱やって感じなんで、ズザザザって倒します。まあ奈落に落ちる危険があるので、ほんと最低限のものしか持ってないんですけど、このドロップ増加3の剣を持ってね、エンダーパールいっぱい取れるようにしていきたいと思います。あと一応斧も持ってくか。で、前回の動画のコメントでも本当に、勉強になりました。例えば防具着てると透明のポーション意味ないですよとか、僕全然知らなかったのでありがとうございました。第2章、まあ、これからもね、たくさん勉強していきたいと思います。それでは Here we go! ぽっちゃり。うぅ、このふわーっと踊って、これドラゴンの声じゃないんだね。さーて、じゃあ隅々まで探していきましょうかね。で、僕ね、あれから結構いろいろ調べたんですけど、やっぱりね、普通の人って言ったらおかしいか、大抵の人はまずね、倒したところの岩盤の石の上に卵が出るじゃないですか。で、それをポンって触るとすぐ近くにポトッと落ちて、松明使ってね、アイテムにしてたんですけど、ないんすよね。あ、ちなみに前回ね、エンダードラゴン倒して得た66くらいの経験値は、エンダードラゴンの卵探しててね、この黒曜石のタワーから落ちて、全部失いました。記念の経験値終了です。まあそれはいいとして、あ、かぼちゃ持ってくればよかったかな。まあ下向いていけばいいでしょね、もうドラゴンいないから。そう、あの時を再現すると、ちょっと怖いね、ここエンダーマン見そうで。そう、この上にあったんですよ、卵がね。んで、ここにあって、ね、僕がこうやってポコンって触ったんですよ、ポコンって、土ブロックで。そしたらなんかね、紫のこのエンダーマンに出てるオーラみたいなのが右下の方に行ったんですよ。で、あっと思って僕右下の方見たんですけど、なくて。で、他のこう人の動画とか見たらね、紫のオーラは右下に飛んでんだけど、左上に卵ポンって落ちたりしてて、方向はね、関係ないっぽいんですよ。だから、あと僕が見てないのは、もうこの地下の方、一応2箇所3箇所掘ってもなかったんですけど、さらに探すとなると、もうこの塔に一応全部登ってみるとかかな。登ったことない塔もあるんで、はしご使って一応全部登ってみたいと思います。この塔の上に卵いかないよね、どう考えてもね。とは言ってもゲットできないと、もう本当に一生できないのかなと思うとね、一応今のうちに探しといた方がいいのかなと思って。どう見てもないよね、これ。で、ちなみにね、エンダーマン狩りの方法は、自分の周りを全部水で覆って目を合わせまくって一気にこっちに集めようかなと。もうだから、なんかちっちゃい水トラップみたいのをやろうかなと考えております。ちょっとね、ふと思ったので、それやったら面白いかなと思って。相変わらず暗いな、これ。うわー、高いなー、これ。タワーマンションで言ったら、これ30階建てくらいの高さはあるな、これ。よいしょ。ないねー。そうだ、あと1個試したかったんですけど、これって塔から塔にエンダーパール投げたらワープできんのかな。あそことか無理かな、超高いところ。やめとくか。やめとこ。高いとこから低いとこにだったらいけそうだけどね。低いとこから高いところはちょっと怖いよね。それでもあれか、でも落ちるときにエンダーパール地面に1個投げれば助かるのか。そういう手もあるか。で、前回のコメントにもこう、何秒に卵っぽいのが映ってましたよとかっていうコメントもたくさんいただいたんですが、どうもね、ないっぽいんですよね、結構入念に探したんですけど。元あった卵の近くはないですね。あ、やべ、はしご終わっちゃった。ブロックに変えよう。あ、シャベル持ってきてない。アホだな。エンダーパールで落ちればいいか。うわ、贅沢な使い方。地面スレスレでエンダーパール投げるとか。てか、地面スレスレで投げる必要ないのか。よいしょ。ないね。これワープしてみる、あっちに。してみよっか。うー、怖え。
これ投げてみる。このアングルのまま投げれば大丈夫でしょ。アングル変えて、このアングルのまんまこれでいこう。せーの、ういっ、うわー、 あ、助かった今下に投げたんですけどあぶねー、ちょっと危険だからやめよう。ないのないのないのよいしょ。ないねー。で、僕がね、思ったのはやっぱりドラゴンのブレス、紫のあの息みたいのの上にたまたまドラゴンの卵が落ちて消えちゃったのかなみたいな。ドラゴンのそのブレスがね、そういう効果があるのかちょっと僕も定かではないんですけど。うやべ、ちょっと待って、一匹暴走してる。あら、やめてやめてやめて、ほら、え、やべ、アエンダーパン投げちゃったどこ行った、どこだ、どれだ、あ、これだ、どこだどこだ、あー痛い、よしよいしょ。もう一匹来てないよね。やべ、やっぱ一体ずつじゃないと普通には戦えないわこれ。うわ、どこだ、どこどこ、やばい、一体にやられるとかやだよ。うわ、来た、うっ、よいしょ、危ねえ。一体でこのありさまか。やっぱ水やんないと無理だねこれ勝つの。そりゃドラゴンがいて2体エンダーマン来たら勝てるわけないわね、冷静に考えてみりゃ。無理なもんは無理ってやつだよね。前回もね、一応うまく水をこう使って戦ったんですけどね、水がなかったらもっとやられてたからね多分。ないわー。あとだってもうこれ全部登ったんじゃないかな。なんか全部登った疑惑がありますね。あ、エンダーマンこれ飛び降りるとき危ないんだよね。よし、さあ、これ一番高いところ。あー、ないね。あ、んで、あそこあるじゃないですか、あの変なやつ。あそこにエンダーパール投げ込むとエンドシティに行けると聞いたんで、もう次回とか行っちゃいたいっすね、ここまで来たからね。おー、そこ行けるかなーせーの、ピッ、やってもうたわなんか乗れないね、あそこうまく。あ、シャベル持ってこうか。よっこいしょ。うぅ、なんかエンダーマンがいっぱいいるな。うぅ、いっぱいいるな、なんか。でも今気づくと奈落へは一回も落ちてないんだよね。それだけは良かったかな。さあ、このエンダーマン一気に集めてエンダーパールの、祭りじゃってやるぞ。で、落ちたのどこだっけ。エンダーマンが早く歩くと怖いよね、気づいたのかなっていう。違う時あるから。よいしょよいしょ。もう経験値がどんどん減ってってる。で、結局奈落に落ちることを考えるとね、怖くて、いい装備全然切れなかったっすね何のために作った最強装備だよっていうね。もったいながりやドケチ男ヒカキンなんでね。よし、じゃあエンダーマン水トラップでも作るか。トラップっていうか、ただおびき寄せるだけなんですけど、とりあえずまず無限水源を作る。よし、よいしょ。なんか前やったやつ消えてんだよね、エンダードラゴンの攻撃でなんか消滅したのかもしれないね。こっから何回も組んで作りたいと思います。いや、これ自己流だけどうまくいったら嬉しいな。自分の四方八方全てを水にする。よしよしよし、こういう感じこういう感じで、もう自分しか入れないくらいの感じにすればいいんだよね多分。ちょっと増やしていきますねこれ。よいしょ、あ、こういう感じこういう感じで、もうこの内側に入ってこれないぐらい内側を狭くしてで、水で全員自爆してもらおうという考えなんですけど、果たしてうまくいくのか。いかなそうだよね、なんかね、入ってきたーとかね、こんなに狭くても入ってくるんかいみたいな。おおお、やべやべ、全部埋もれちゃった、やべ、どこだ、あー危ね。これってでも水で当たっても攻撃っていうことになんないんだよね多分。やばい、なんか盛り上がりすぎたいや、あれ、なにこれ、なんか無限みたいになっちゃってる、もうなんか謎の無限水みたいになっちゃってるんだけどこれ。まあいっか、よくないか、まあいいやまあいいや、じゃあこっち側、逆側とかにしようか。あー、これ繋がっちゃうな結構。あ、でもこれで、あとはこっち側とか。あー、繋がっちゃった、やべ、よし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 、ほい、お、いいね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 、
これを求めていました、これを。これ来れないでしょ、そんな簡単にね。で、あのエンダーマイトもね、また作りたいしね。あれ前、昔ね、あのエンダーパール全然持ってなかったんで諦めちゃったんですけど、これだけあれはまあ余裕でしょっていう話ですよ。さあ、このなんかジャイアンの髪型みたいな形になってますけど、よいしょ。おお、完璧だ、完璧きた、完璧きた。これを考え、これをねイメージしてたんですよ。で、こっからもうがっつり目を合わせていく剣にして、自分からがっつりエンダーマンと目を合わせていくって、もうすごいスタイルだよね。いきますよ、もうガンつけていくってやつですよ、これ。これが本当のガンつけですよ。まずじゃあこっち向いてる子でも行ってみるか。あー、君にしよう、せーの、ふい。これでリアンの、これ一マスのとこ来ないよね、さすがに。来ない来ない、やった、これ決まっちゃったよ、これ。ほらほら、これ見やすいね、ほら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 、四方八方からさ、せーこい感じでワープしてくるんですけども、これ最終的に水に触れて、この子はくたばります。くたばったっぽい音したよ今。そっか、ってことはドロップさんの剣で来ても意味ないのか。お、エンダーマンが土持ってった、ああいうこともするのね。あれ確かに土持ってんの見たことあるけど、奪ってくんだあれ。あ、この子だな、気づいてんの。全部気づかせてみよっか。ある意味自殺行為ですが、うれうれー、来い来い来い、うーい、ほらー、おいでおいで、うわ、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、うれうれー、うれうれうれー、うおー、めっちゃ来てる、やばいやばいやばい、うわー、すごいすごいすごい、無敵じゃんこれ。え、無敵じゃねー。たまにすごい能力を持ったやつがいる。運がいいとここに来れるんだ。ただほぼ来れてないね。なんて時間のかかるトラップなんだこれ。あと水の威力が弱いのかな。とりあえずたくさんの人と目を合わせよう。ほらほら、こいこい、うお、めっちゃ来てるよ。もうなんかハエが湧いてるみたいになってるよ。うわー、すげえことになってる。うわー、うわー、ほぼ来ないね、さっきの1回以外は。そして全然死なないし、エンダーパールが落ちないね、これ。やっぱ僕が思いつくようなのってそんなあれっすね。いいアイディアじゃないっすね。なんでてっきりエンダーパールの宝石箱やってなると思ったんだけどな。これどうすんの、これ最終的に。こんなに目合わせて、これ最終的になんかやっぱ無理だって諦めてどっか行ってくれたりすんのかな。ちょっとやばいよねこれ。水減ってきてる、ここもしかして。え、これなんか水減ってきてない、ここ。なんとなくそういう気がするんだけども、こんなんだったっけ。こっち行って攻撃しよっか、ちょっとずつ。これでドロップ3で倒すしかない、もう。うい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 、怖い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 んだよ。うわ、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。あ、エンダーパール出てる出てる出てる。これいいんじゃない、このスレスレで攻撃するスタイル。いい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 いよ、ここに集まってくるもん、ガンガン。ちょっと高度なスタイルだこれ。結構取れてる、結構取れてる。でもやっぱこれで剣で切るといいわ。さすがドロップ増加さん、だいぶ減ったんじゃない。もうよし、もうラストスパート、おいでおいで、パールくれ。あー、水でね、こうやってとどめさせちゃうとエンダーパールもらえないから。お、終わったっぽい。あ、いる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 。そう、まだいるわ。危険危険、逃げろー。ウィーン。あー、パールがちょっと周りにあるね。おー、結構周りにあんじゃん、ほら。え、これバーゲンセールだよこれ。うーわ、あいつか。えい、イエイイエイ、すげえ。おお、これもだ、すごい。今のだけで、あ、何個あったっけな。でも10個以上は取れてるね今ので。もう一回やろっか、ガン付け、ゆきよん。うい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 すごい、さっきより集まりがいいぞ。ういういガンつけガンつけ、ふふいふふい、はい、こっちおいでこっちおいでー。んで、これで、僕の向きを固定すると全部ここに集まる。はい、おいで。うわー、やべ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 、こんなってる。すごいすごい、十何匹はいるぞ。あれ、ここ動かない。あれ、やった、いいとこ発見。こっから届くんだ剣。あ、届いてないか。届いてる届いてる、すげえ、これ楽楽勝これ。うい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 
わちょっと増えてきてんな、なんかおいおいすげえことになってる。紫のオーラが綺麗だ。エンダーパールで埋まり尽くしたいよ、いつか。よしよしよし、とりあえず全部倒したかなっていうと1匹残ってんだよな、大体。お、あ、また落ちてる、周りに。やったー。はい、それもね、もう倒したのにめっちゃいっぱいもういるもんね。すぐにスポーンするね、エンダーマンって。おー、増えてる増えてる、もう30何個もあるよ、あるよ、30何個もあるよ。わかったぞ、これ最上級やろう、最上級。この塔の上からだったら低いとこにいるのも全部見えるだろ。よっしゃ、行くぜ。ういー、今夜今夜、このエンダーマン、弱いんだよ、お前ら。お前らなんてな、ここは来るんかい、ここは来るんかい。やっぱエンダーマンを舐めてると痛い目に遭うっていうのが分かったね。上にいるからね。あー怖い怖い。エンダーマンの宝石箱や。なんかだんだんこれ諦めていくのか死ぬのかどっちなんだろうね。減っていくんだよね、自然と。水で死んじゃうとドロップ率悪いとかあんのかな、やっぱ。普通の剣って切るのと一緒なのかな。来いや、ほら、正々堂戦ってやる。あの上にもいいんじゃん。え、動けなくなってる。ね、動けなくなるの。これもなんか応用したら使えそうだね。こういうところに動けなくこうやって固めて、ここに100匹くらい固めて全部切るとかね。これワープできない環境みたいのがあんのかな、これ。近い高さまで行ってみようか。あれ、あ、ワープできちゃったみたい。よくわかんねえな、これ。早く早く、怒って怒ってーい。あーあっちで死んじゃった。よし、あそこめっちゃいっぱいいるんで、あそこ行きましょう。ふいふいふい、わー、キャ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 。あーすごい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 、あーすごい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 、あーすげーすげーすげー。うおー、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばいぞ、やばいぞ。あ、よし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 、あー危なかった。まあこんなとこかな。エンダーパール集めてね。なんかでも全然なんかドロップしなくなったな。おお、結構取れている。あ、でもよく考えたら結構エンダーパールワープするときとか投げてたのにエンダーマイトって全然出なかったよね。でもいつかなんかエンダーマントラップちゃんとしたやつも作ってみたいですね。あんまり見たことないけど。はい、というわけで卵はね、結構隅々まで探したんですけど結局ないね。まあただ唯一の救いは卵は使い道がないっていうとこくらいですね。なんかすごい重要なアイテムとかだったらもうめっちゃ残念ですけど、そもそもね飾り的なものなので、まあそれはそれで欲しかったんですけどね。はい、それでは次回あの後ろに見えるねエンドシティに行ってみたいと思います。ちょっとね軽く準備してから。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回のヒカクラでお会いしましょう。バーイ。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。